察に訪れた日本代表ハリルホジッチ監督、撮影、中島育夫、明治安田生命 J1、柏 1-1C 大阪、第3節、10日、三強 F 柏ハリルホジッチ監督は、柏レイソルセレッソ大阪戦を視察し、結構ポジティブなことがあったと思います、と上機嫌で、C 大阪の FW 杉本、MF 山口、柏の GK 中村の名を挙げた。中でも杉本を、継続してかなり発展してますね、と絶賛し、2、3回転。を取るべきアクションもありました、と期待を込めて注文もつけた。ドルトムントのシュテーガー監督が左足を痛めている MF 香川が、あと2、3週間は離脱する、と明ら。高にしたことに、まだリハビリをやっていて、プレーはできていないということ、と述べた。